は徳島県三好市に位置する山である。標高1812メートル。四国百名山と、福島88系選定。旧三好郡東家山村に位置。徳島県下では、第8位の広報である。鶴木山国定公園に含まれる。三峰を東端とする山海の西尾根に、ピラミッド型にそびえる。頂上付近一帯には、 宮小笹が生い茂り、路眼地には米筒子が群生している。地質的には南側帯に属する。山頂からの展望は、真下の西側には牛の瀬の草原、東側は西熊山への草原から三峰に至る美しい尾根が続く。遥か北側には、足元の稲川を挟んで、関宝、江星山、矢幡山などの稲の山々。 南側には、綱月森から京柱峠へ伸びる高知県境の山並み、東方には晴天には遠く石槌山や太平洋まで眺められる。理論上、天狗加西川の牛の瀬の草原から三つ小葉山にかけての地域は約1 7 2キロメートル離れた安倍の春かすを望むことができる再遠地点とされる。国道439号から 西山林道に入りと山口へ2時間半の急登で天狗峠に到着するとこれまでの苦行が報われるような天空の楽園である。東西に広がる草原の真ん中にそびえるピラミッドのような山頂へはあと30分である。ありがとうございます。